Thank you.
のか。さあ、夜の通り、さあ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 、あなたはなんてもすぐに見るし、その私はあなたのもの、その私の姿、I'm not afraid to die.
Oh,
一度あなたの歌わなたありがとうございます。
されるようにしてもらい、私たちをここまで守って導いてくださったと思いますけれども、変わることのない神様はどうぞ一人一人に変わらない神様の聖霊の恵み、また御言葉の恵み、一つ一つの心から感謝します。一人の神様、あなたに触れてください。主イエス様の御名で感謝してお願いいたします。皆さん、立ち上がって一緒に、少しの賛美を持って合格していきたいと思います。進行をさせましょう。天地の作り主、神を信じています。一人の私はイエス・キリスト、道を歩み続けていくことができるように、天のお父様が特別に私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝に、来られたお一人お一人とともに、また遅れている方々、兄弟姉妹方も神様のことを覚えてくださり、早くこの場所について一緒に礼拝ができますように、またインターネットで礼拝している方々もたくさんいます。神様、どうぞその一人一人の上にも覚えてくださいますように、愛する主イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。一緒に今日も礼拝できることを心から感謝したいと思います。先週は、佐々木さんの実家の方へ帰られて、良い、静養の時、またリフレッシュの時が持てたんじゃないかなと思います。お家へ帰ってくるとね、ほっとするように、私たちにとっての霊的な家というのは、
教会であり主の宮です。一週間に一度神様のもとへ戻ってくること、その中で癒され、また自分自身を取り戻し、また新たな一週間の活力を得て一週間をスタートします。親からの言葉を聞いて励ましを受けるように、聖書の言葉を通して今日も一緒に私たちは力を得てこの一週間を歩み進めていきたいと思います。聖書をまず一箇所、開きたいと思います。一箇所といっても3節から9節、数節に及ぶわけですけど、コリント人への手紙第1章3節から9節、この言葉をまず、お読みしたいと思います。どうぞ目で追ってくださってもいいですし、一緒に読んでくださってもいいです。コリント人への手紙第1章3節から9節、3節からお読みします。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みの上にあなた方のことをいつも神に感謝します、しています。というのは、あなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての私があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエスキリストの交わりに入れられました。今日はこの聖書の箇所から5つのポイントで、良い人間関係を持つ秘訣は何だろうか、パウロ先生、使徒パウロから、その、生き方を通して、共に学びたいと思います。まず前半の4つは、どちらかというとですね、今世の中、ハウツーものが多いですね。こうすればお金持ちになる、こうすれば、良い結婚ができる、こうすれば人生成功するっていうのはですね、そういうハウツー。でももちろんそれもいいわけですけど、それだけでは足りない、その原動力は何か、この教会はですね、ほとんど音響にはお金かけてませんね、もうもらってきたカラオケセットと、もう会議用マイクとですね、そんなものでやってる。時々、先週の土曜日もですね、プレイズフェスタっていうその音楽集会があって、そこに、出演をして、歌を歌ってきたんですけど、そうするとね、なんかこう自分が歌手になったようなね、なんでそう思うかというと、音響がいいんですね。もうその機械、ただマイクの音だけじゃなくてね、その高さ低さもそうだけど、リバーブってね、綺麗なエコーがかかってね、もうそれだけでなんかうっとりしちゃうようなね、それは私だけかもしれませんけど、ある程度機械によって、歌っていうのは上手に聞こえたりね、するものだなってことを思いました。でもハウトゥーというか、その機械だけが良くてもですね、やっぱり本人が下手だったらね、やっぱ最終的にはダメなわけですから、両方大切ですよね。機械も大切でも、私は毎週、こんなね設備の中で鍛えられたなっていうことをね、私は、時々思います。やがてね、少しずつですけれど、大きな、教会ではもうすでにそんなの当たり前だけれど、音響のシステムがあったらいいなってふと思うことがあります。私たちの人生の中でやっぱり良いスキルというか、良い考え方、良い接し方を知っているとね、それだけで、人間関係が、だいぶ良くなるという。そして今日4つはですね、その、方法についてちょっと学び、そして最後の5番目はその、方法だけじゃなくてね、そのスピリット、原動力は何なのか、人間関係をどうやったら、よく保てるのか、その秘訣を今日はそれまでで5つのポイントで学びます。まず第1番目は祝福を祈るということ。パウロはコリントの教会一人一人の皆さんを覚えて祝福を祈りました。
あの人この人と、一人一人の名前を呼んで祝福を祈った、まあ、私たちの社会でもね、仕事をしてて職場で、まあ、ご挨拶としてね、健康のためにお祈りをしています、ご祈念申し上げますとかですね、まあ、そういう一般的に、挨拶として、そういう、祈るという言葉を使うことがあります。でも本当にその祈るといった人がですね、私のために祈ってくれてるだろうか、あるいは反省しなきゃいけないかもしれないですけど、私たちがですねお祈りしてますってメールであるいは電話であって言うかもしれないけど、本当に祈ってるだろうかということをですね、やっぱり考えていかなければいけない。祝福を祈るってことは、祈りますっていう言葉じゃなくて本当に祈る、建前ではなくてね、本当にその人が良くなっている、幸せになっている、そして良い状態にある、そういうことを願う祈りです。神様どうかそうしてあげてください。で、私たちがね一人一人に対してそういう人に祈ったら、必ず良い人間関係を結べるようになります。ちょっと嫌いな人、ちょっと苦手な人、できればこういう人はいない方がいいな、まあ、世の中にはですね、どこへ行っても、苦手な人、嫌いな人は3人はいるという法則があるんですね、まあ、これは、まあ、他の人が言ったかもしれないけど、私がそう感じるんですね。例えば3人嫌な人がいる、で、まあ、教会でそれやったら人がいなくなっちゃうんですけど、例えば職場の中で、まあ、全部ね、私の人間関係の中で3人ぐらいはいると思うんですね。いや、この人 A 君と B さんと、この、C 上司がいなければいいな、まあ、仮にね、じゃあそれを、切ってね、追い出すことができた。で、そうするとですね、どういうことが起こるか、今までいいなと思ってた人が上がってくるんですね。嫌な人に変わってしまう、まあ、それはですね、何か不思議な法則としてあるようです。ですから嫌な人を排除してもですね、いい人までが嫌になってしまう。そうであるならばですね、最後ある人はですね、もう嫌な人と関係を切って絶交していったら、最後友達がいなくなっちゃうというんですね、まあ、ですから私たちは大切なのは、今いる人、嫌いな人であっても祝福を祈る、そしてその人が、幸せになれば、ここがポイントですね。なんで私たちにとって嫌な存在なのか、それはおそらくその人が幸せじゃないからなんですね。幸せじゃないから、嫌な気持ちでいるからこっちに嫌なものを持ってきてしまう。もしその人が幸せになったとしたらですね、どうなるか、もう気がついたら相手を幸せにしてしまう。幸せな人っていうのはですね、もう無意識で相手を幸せにする。でも不幸な人はもうそこにいるだけで相手を不幸にしてしまう。私たちどうぞ、私たちの周りの人がみんな幸せであるように、みんなが祝福されていったとしたら、その人だけじゃなくてその周りにいる私たちも幸せになるんですね。ぜひ私たちは人の幸せを祈り、また祝福を心から本当に本気で祈っていきたいものです。神様は箴言16章7節にこう書いてあります。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせると言われました。すいません、ちょっと暗いでください、主が人の行いを喜ぶ、その行いっていうのは、祝福を祈るってことですね。祝福します。その人が敵であっても神様はその関係を和らせて良くしてください。どうぞ人間関係の中で祝福を祈るときに、神様は幸せを与え、また関係を和らせて、さまざまな良いことをくださる、祝福を祈るということをぜひ心で知って、また実践していきたいものです。2番目は感謝をするということです。家庭の中で夫や妻、友達に恋人に、また親子で、あるいは職場で、地域で、いろんな人間関係、お互いに感謝をする、それがですね、人間関係をよく保つ秘訣です。
なんで人間関係がうまくいかないかというとですね、心に荷物、一物、手に荷物。いやー、あいつは何かあったら今度は言い返してやろう、もしね、そこに不満とか感謝じゃない心がもしお腹の中にあったとしたら、それはやがて人間関係を壊してしまいます。日本人というのはね、すごく親切な国民ですよね。ちょっと嫌なことがあってもすぐ相手を許す、それはね、すごくいい美徳だと思います。でもそれが心から本気で許してるか、口では許します、大丈夫ですよ、気にしてませんよって言うんだけれど、そんなに簡単に人って許せないことがある。そして心の中で、一物を持っているとですね、それがいつか大きくなって爆発してしまうということがあります。私たち、人を憎んだり怒ったりするっていうその感情は悪いものでは全然ありません。でも人を怒ってもいいけど、日が暮れるまでにそれを解決しなさいとエペソ人の手紙に書いてあります。怒ってもいい、すぐお人よしに人を許さなくてもいい、でも私たちはその憎しみという気持ちを持ち続けないで、それを感謝に変える、それを許す、具体的にはですね、感謝したいんですね。その人がしてくれた良いことを思い出して感謝する。かつてあの人はああいうことをしてくれたな、こういうふうにしてくれたな、そういうこと一つ一つをですね、感謝する。まあ、皆さんの目の前でね、裁判をしてたり争っている、人はあんまり 見たことがないかもしれませんけど、実際ね、あちらこちらで裁判があったり喧嘩しているってことがあります。でそれはですね、よく見てみるとかつては仲が良かったんですね。かつては愛し合っていた。ビッグダディというですね、高視聴率の番組の夫婦が、子供が10人以上いる2人いまして、でも2年後には、なんと離婚してしまった、あの2人はね、やっぱテレビがありますんで人目があるんでね、もしかしたらあんまり、憎み合ってないかもしれないけど、もしかしたらですね、愛し合ってる者同士ほど、それが変わるとね、憎しみになって傷つけ合ってしまうことがある。大体今仲が悪いっていう2人はね、当事者同士は大体昔愛し合ってたか、昔、仲が良かった人なんですね。あんまり関係ない人がね、憎み合うってことないんですね。かつてのことを思い出したらいいんですね。ああ、あの人と、かつてこういう、良い関係を持ってたな、ああ、こういうふうに仲良くしてたな、楽しい時間があったな、それを思い出して感謝すること、それがね、大切ですね。感謝することで、思い出して感謝することでね、その憎しみや傷が、喜びに変わってくる。そしてもう一つ大切なのは、神様に対してね、感謝するということですね。ダビデはこう言いました。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主がよくしてくださったことを思い出して感謝しなさい。自分で言ったんですよ、自分に向かって。私の魂を、私自身を、神を賛美しよう。神がよくしてくれたじゃないか、その一つ一つを思い出して神様に感謝しなさい。ダビデはそのようにして喜びを、感謝を神様に向かって捧げていきました。どうぞ私たち良いことを思い出して、人に対して、神に対して、そして時に自分の魂に向かって褒めたたえよ、感謝せよ、そういう言葉を投げかけて、私たちが感謝を選び取っていきたいものです。その時にきっと人間関係悪くても回復したり和解したり、また良い関係をさらに深めていくことができると思います。ぜひ私たち思い起こして感謝する、神に対して、人に対して、親に対して、そのことをですね、今週実践していきたいものです。感謝する心、大切です。第3番目、ね、相手のいい部分を見て自分自身の罪を見る。これは具体的にパウロの生き方がそうでした。パウロはですね、
コリントの教会の一人一人、いろんな問題を持ってました。でもその人たちを非難するんではなくて、彼らの良い部分を見て評価しました。で、自分自身に対してどうしたか。自分自身が罪人の頭です。それで見たんですね。そうするとどういうことが起こるか。人に対して好感を持てて、素敵だな、この人はいい人だな、素晴らしいなって見えるんですね。でもそう見えないのはどうしたらいいか。この反対をするわけですね。人の悪いところばっかりは見る、足りないところばっかりは見るんだけど、自分には甘い、自分はこういういいとこがある、人にこういうことをしたんだ、こんなにいい人だ。どうぞ私たちはですね、それをちょっと逆にしてみて、人の良いこと、人がしてくれた良いことばっかり見て、その才能とか素晴らしいところばっかり見る。で、自分に対してはですね、足りないところを見る、汚い部分を見ていく。その時にね、私たちはお互いに裁き合ったり、また憎み合うということがないばかりか、お互いに素晴らしい存在だな、親切な人になると、そう言えると思います。パウロはどうしてそういうふうに変わったんでしょうか。かつては自分は正しい、まあ日本で言えばですね、彼の学歴っていうのは東大法学部を首席で卒業してですね、まあ最高のエリート官僚になったような、まあ宗教家でしたけれどね、まあ非常に、エリート中のエリートであった。自分もすごい、自分は立派だってそう思えたわけですね。でそれに引き換え周りの人を見るとね、みんな何やってんだったらしいな、しょうがないな、そういうふうにパウロは見えていた。でもそのパウロが変わったのは何だったか。それはダマスコの途上でクリスチャンを迫害するためにですね、その迫害するというか、それを取り締まる権限をもらおうと登っていた、そこに向かっていた。そこにバーッと光が当たってですね、その光にパウロは撃たれてしまった。おそらくその太陽よりも眩しい光だったというので、ね、目がやられてしまったと思うんですね。まあ、後にその目から鱗が落ちたと書いてありますけど、パウロはその光に当てられた時に、自分の汚さ、自分の醜さ、自分がどれだけ自己中心で、何か自分勝手で、そして、人には厳しいけれど自分には甘い、そんな人間だってことがですね、徹底して分かったと思うんですね。その時パウロは悔い改め、そして人のいいところを見て、自分の罪人の頭たることを見るようになりました。今日私たちがそうやって見るためにですね、神様の光の前に出ていきましょう。神様の光の前に自分を 見ていただき、そして知っていただき、私たちはそこに光を当てて清めてください。十字架につけます。この私を洗ってください。この私を聖霊で満たしてください。そのように私たちが神の力でできる、きっときっと必ず人のいいところが見えて、そして自分の汚いところが見えて、結果として良い人間関係を保つことができる人になると信じます。第4番目、前向き肯定的に人を見る。コリントの教会はですね、まあ、先ほどから言ってますけど、ひどい教会だったんですね。裁判をしていた教会員同士が、それから不貧困があった、もう世の中の人にもこんなひどい、見られたことがないぐらい同性愛もあった、悪いことがいっぱいあった、盗みもあった、そういう教会に、教会に一人一人を見て、パウロは責めたんじゃなくて、やがてあなたたちはキリストイエスの人に責められるところのないものとしてなるよ、固く保ってくれるよ、良くなっていくよ。現在を見た、そこを見て裁いたんじゃなくて、プロセスとして見たんですね。最後は必ず良くなっていくよ、今はそのプロセスだよ。今は問題があるかもしれないけど、昨日より今日ちょっと良くなればいい、今日より明日ちょっと良くなればいい、そのプロセスを裁いたんじゃなくて、それを感謝して
それを受け入れて、それを肯定したんですね。皆さん、お互いにもし否定し合ったらどういうふうになるんでしょうか。今あなたの状態ダメです、悪いです、もうそこで心が閉じてしまうし、そこで傷ついてしまうし、そこで関係が切れてしまいます。パウロは問題があると分かりながらもそれを受け止め、そしてその人が必ずイエス様に出会う日、天国へ行く日には必ず良くなっていく、そしてそこまでだんだん良くなっていく、その姿をですね、見ておられたんですね。どうぞ私たちはその姿を見ていきたいと思いますね。で、私たちはイエス様を信じて救われて天国へ行けます。でも救われた私たちがね、すぐにイエス様と同じようになれるかっていうとね、なれないんですね。例えば地下10階の今ところへ行くとしますね。地下10階でエレベーターに乗ってね、地下10階9 6 5 4 3 2 1 0 8 2 3 4 5 6、エレベーターで急に高速エレベーターでね、パッと、そんな簡単に行けないんですね。私のお友達が、洗礼を授けた兄弟ですけれどもね、その方も、神戸に住んでますけどね、この間東京に来た時に、ただだと思って東京タワーに階段で登ったっていうんですね。でもお金は一緒だったそうですでそういうもんなんですね。人間の成長というのは一歩一歩、階段を一歩一歩上がるように、パーッと変わるんじゃなくてね。で、大切なのはパウロが見たように前向き、肯定的ですよ。前に向かっていく、必ず良くなっていく、そして現在を否定しない、現在を受け入れる、現在を許す、それが神様の視線であり、お互い人間関係を良くしていく秘訣です。どうぞ私たち人を見たときに確かに問題があったとしても、それを否定するんじゃなくてそのまま受け入れる。イエス様が私を許してくれたように、その人を許す、受け入れる。でもそれでいいだけではないですよね。必ずその人がイエス様と同じ姿に変わっていってください。その前を見る、前向き、肯定的。私たち今、日本の政府やまた国の統治機構やまた道徳、学校、いろいろな世の中を見て、あるいは教会を見て、会社を見て、家庭を見て、自分を見て、ダメだな、文句を言いたくなることがあるかもしれません。文句言って悪いことはないんですよ。でも良い人間関係をそこで保つためには、前向き、肯定的、希望を持って、その人が変わる姿を見て、そして現在をそのまま受け入れる。そして私たちが祈るときにはですね、どうやって祈ったらいいかというと、例えばですね、私の家族は救われます、日本は救われます、そういうふうにですね、宣言して祈っていく。皆さんよかったら一緒に言っていただいていいですか。私の家族は全員救われます。3回、私の家族は全員救われます、日本は救われます、日本は救われます、世界は救われます、世界は救われます、私は用いられます、私は用いられます、人にはできないことも神にはできます、人にはできないことも神にはできます。だからそのように宣言して、前向き、肯定的に人間関係を保っていく皆さんとなるように、イエス様の名で祝福いたします。今日この4つまではですね、ハウトゥー、方法を学びました。1番目、祝福を祈る。2番目、感謝する、良いことを思い出して感謝する。相手のいい部分を見るけれど、自分に対しては自分の汚い部分、罪を見る。そして4番目は、前向き、肯定的に見て関わる。でもこれはハウトゥーです。こうやれば人間が良くなる、関係が良くなる。でもそれだけではできないですよね。最後、イエス・キリストの交わりの中に生きる、これですね。神がコリント第一章9節にこう書いてあります。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちは集団の中で生きている存在です。例えばどこどこという会社に所属している、それが自分の何かこうアイデンティティですね。あるいは
自分の家族、あるいはですね、教会、学校、自分のここに所属しているっていうのが一つの安心感になると思うんですね。そして日本の国民である、区民である、市民である、都民である、そういうことが、非常に、力になります。でも私たちにとって絶対に必要であり一番強い集団というのはイエス様の交わりの中にいるということです。神様はですね、唯一の神様ですけど三位一体ということを教えるんですね。まあ、聖書で使っている言葉ではないんですが、父と子と聖霊。もし神様が父なる神だけだったとしたらどうでしょうか。罪の許しはありません。厳しいだけの神様かもしれません。そして父なる神だけだとしたら愛ではないんですね。愛っていうのは単独で存在できないからです。父と子と聖霊、この三位の神が交わるから愛なんです。お互いに交わることなしに愛はありません。離れ小島で一人だけしかいなかったら愛は存在しません。ですから神様はそういう愛の交わりの中で存在しております。その中に私を入れてくれた。ですからこれが私たち人間関係を良くしていく秘訣なんですね。神の交わりの中に入る。イエス様は私たちをそこに入れてくれるためにただ一度この神からの交わりを切られたことがあります。十字架の上です。我が神の中にどうして私をお見捨てになったのですか。一度も今までこの三位一体の神の交わりから抜けたことがない、切られたことがないのに、そこからイエス・キリストは捨てられて私たちを救うために地獄に落とされて、そして復活してくださった。皆さんどうぞ、このイエス様が捨てられたっていうのは、捨てられた私たちを救うために、そしてもう一度神の交わりに入れるために、皆さん神との交わりになるとですね、十字架を通して今日良いものが流れてきます。皆さん家族の交わりがあるとですね、そこで、例えば経済を共有したりしますよね。例えば食事に行ったら、ね、みんなそれぞれ財布を出して、食事をするってあんまないですよね。お父さんが財布からお金出して家族の分全部払うとかですね、でこの神の交わりにあったら、ね、良いものを全部神様がくださるんです。罪の許しもくださいます。精霊の満たしもくださいます。心と体の癒し、そしてアブラハムの祝福、永遠の命、良いものを全部神様がくださいます。今日どうぞこの神様との交わりの中に入り、この交わりを深め、この交わりを楽しんでいきたいものです。そしてもう一つ、神との交わりの中で大切なのは教会の交わりです。教会を通してその交わりを具体的に私たちは味わうことができる。そして教会で交わるように、世の中でも同じように良い交わりをしていくことができます。皆さん、人間関係という問題がもしなくなったら、世の中の問題はほとんどなくなると思います。それほど人間関係というのは大きな問題であり難しいんですね。いや、難しいというのは割合がある、そうじゃないでしょうか。人間関係がよくうまくいってればね、もうほとんど幸せだと思います。どうぞ私たちこの神の交わりの中に入って、そしてその交わりを教会の中で行い、そしてその交わりを世の中で行っていきましょう。月一度今、ロゴ伝道を、するようになりました。まだ第1回しかやってませんけどね、また、もし時間があったら一緒にやりたいと思うんですけど、誰にも、知らない関係のない人に伝道する、それもいいですね。でも大体そうやって教会に来た人は 1% です。教会に来てる人の 80% はですね、大体関係伝道なんですね。知り合い、あるいは家族、そういう人に誘われてくる。まあ、うちはインターネットを通して来られる方が、大半かもしれませんけど、人間関係がよくできているとですね、いや、あなたがいるなら
いや、教会連れてってください。そうなるんですね。人間関係が良くないとね、いや結構ですよ、パッと断られてしまいます。そこまで、あなたが誘ってくれるなら私は教会に行きたい、そこまで言わせるほどまでの関係をですね、私たちはイエス様を通して教会の交わりを通して、そういう人間関係を築いていきたいものです。そのようにして日本がつながっていく、そして日本中が救われていく、世界が救われていく、良い人間関係が伝道につながっていく、そう信じます。イエス様もそのようにされました。私たちどうぞ今日良い人間関係の秘訣を学びました。悔い改め、そしてそんな関係が持てるように共に祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。お一人お一人の人間関係を祝福してくださいますように、イエス様の皆でお祈りします。アーメン。皆さんしばらく一緒に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。アレリア、天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名をあがめます。イエス様、ありがとうございます。あなたが私たちにくださった人間関係を、この教会での交わりを感謝します。お一人お一人素晴らしい方々です。素晴らしいお一人お一人たち、本当に祝福になります。そしてお一人お一人を感謝します。そして一人一人のいい部分を本当に互いに見合い、また自分の汚い部分を神様の前に悔い改め、減り下ることができ、前向き肯定的にお互いに見ていくことができる。でもやっぱり人間関係はこの方法だけではなくて、この神様との交わり、三位一体の神の交わり、教会の交わり、この深い交わりが私たちを、その交わりの中で得た愛と力が現実の人間関係にも反映していくと思います。神様どうぞ今日、私たちの中にある傷、私たちの中に壊れた人間関係、壊れている部分、そして苦しんでいる部分、そこに神様触れてください。今聖霊の光を、聖霊様の恵みを今望ませてくださいますように、心からお願いします。愛するイエス様、ありがとうございます。触れてください。私たちの人生を祝福してくださいますように、また私たちの国を、神様、皇太子ご夫妻が結婚20周年なりました。神様どうぞ、皇太子が救われるように、天皇陛下ご夫妻が救われるように、神様安倍総理大臣が救われるように、政治決断を間違えることがないように、神様官僚閣僚、また議員たちの上に、また2週間後には東京都議会議員の選挙があります。7月には国政の参議院議員の選挙もございますけど、神様どうぞ主の御心がその選挙として現れますように、あるいは、神様、良い人が選ばれるように、救われますように、神様導いてくださいますようにお願いいたします。学校や職場やさまざまな、ところに、特に影響力のある方々、そしてまた弱さを持っている方々、みんなみんな神様あなたの支えと癒しと、恵みの中で互いに愛し合い、仲良く、良い関係を持ちながら、この社会を生きていくことができるように。私たちの周りの人が不幸だったら、私たちもその不幸の影響を受けて傷ついてしまう。でも私たちの周りがみんな幸せだったら、私たちも幸せになります。イエス様を信じる国になりますよ。どうぞこの国が幸せになりますよ。この国に生きている一人一人がみんな互いに幸せを感じながら愛し合っていく国となっていくことができる。イエス様がそうしてくださると信じます。日本の教会、私たちの教会、私たちクリスチャン一人一人をイエス様、あなたの愛を運ぶものとして用いてくださいますように心からお願いいたします。イエス様と一緒に一歩一歩一週間スタートいたします。主よ、私たちのこの歩みを祝福してくださいますように、愛する主イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。イエス様によって応えられたことを感謝して、一緒に感謝の拍手をしたいと思います。そして喜びと感謝の心で献金の時を持っていきたいと思います。皆さん立ち上がってください。主と共に歩む、英語で聞いていただけですか。主と共に歩む、この賛美をご視聴したいと思います。
して後これを先弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、
主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。この聖餐に預かるとき、イエス・キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。恵み深い天の父なる神様、以降イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみ等を深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心をもって主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ尽くし共に福音の証に生きるものとしてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。ちょっとバターロールバターですね、気をつけてください。私たちのイエス・キリストは感謝して渡されるよパンを取り感謝して後これをさっきこうやりました、取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えるためこのようにしなさい。一緒に感謝を持って心の内にキリストを味わいたいと思います。いただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むために私を覚えなさい、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むために私を覚えなさい。一緒に感謝を持っていただきたいと思います。いただきましょう。カップを回収に伺います。私たちを心を合わせてもう一度神様に向かって祈りたいと思いますので、黙祷の姿勢でまた祈りに心をしてくださいますように。恵み深い天の父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備えのものとして御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によって感謝して祈ります。アメン。愛を伏して腰に下ろしたいと思います。見つかりを伏して主を貸し込み
逃げ去る。救いなり、聖霊十万があり、また完全な祝福と永遠の命があります。神様、その中で私たち必要なものすべて今与えられて備えられていることを感謝します。親は必要な時に必要なものを準備して与えてくれるように、神様も必要なものを必要な時に与えてくださいます。今私たちが必要としているもの、あなたがすべてご存知です。その必要なものを癒しであれ、また解放であれ、恵みであれ、すべて今あなたが私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。また解放が必要な病気がありましたら、主よ、あなたが解放してください。十字架の力で、またナザレのイエス様の皆の権威を持って、悪魔悪霊共に今命じます。兄弟姉妹から今出て行け、悪魔の力を今出て行け、手を離して出て行きなさい。聖霊様が今望んでくださり、私たちを満たし、私たちの心はイエス様の血潮で覆われて、私たちの心は聖霊に満たされます。私たちは勝利者です。祝福されたものです。特に村神様、病が癒されたものです。神様、どうぞ癒しを与えてください。聖霊で満たしてくださいますように。聖霊で満たしてくださいますように。主イエス様、お働きください。聖霊で満たしてくださいますように。主イエス様、お働きくださいますように。聖霊で満たしてくださいますように。主イエス様、お働きください。主イエス様、お働きください。あなたが必要としている恵みを今注いでくださいますように。愛するイエス様、お願いいたします。必要としている恵みを今注いでくださいますように。聖霊で満たしてください。お願いいたします。神様、ありがとうございます。御霊は私たちに語られます。御霊は私たちを導かれます。御霊によって一致され、御霊によって私たちの人生はあなたの祝福された幸せの道に導かれます。神様、私たちを導いてください。弱い私たちを支えてください。罪の誘惑や、またさまざまな事件、事故、さまざまな不幸から私たちを守り、神様の天国の喜びのあふれる聖霊の油滴る、その道を、まっすぐな道を、義の道へと私たちを導いてください。私は道であり、真理であり、命であると言われました。そのあなたの道を天国に向かって、成長に向かって、イエス様の愛の中で歩ませてくださいますように。私たちを支えください、守ってください。愛する主イエス様、祈ったことが叶えられたことに感謝し、イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。I love you.
挨拶の時もしたいと思います。歓迎いたします。
私たちの1週間は神様の祝福なしには生きていくことができません。今日学びました本気に心から互いの祝福に乗り合う、そんな私たちでありますように。 God bless you。God bless you, Lord.
聖霊の書式を交わりの集めました会社一同とともに、そのご家族親族一同の上にインターネットやその他メディアで一緒に願いしてくれた方々とともに、今はもちろん夜の限りなくあらぬことをアメン。愛する霊様に一緒に感謝の拍手を持って聖霊の栄光を返したいと思います。アレルヤー。